えと、まあ、今回はねあの先日行いました先日といってもこちらもあの上映会と同じくあの1ヶ月以上ね前になってしまいますけども、えー、9月17日から18日にかけて行われました、えー、あの AI アート展、ね、について、えー、レポートを語れたらと思います。えーまあ、こちららのの、ね、海と暮らしの資料館 の方であの、上映会と同じ会場で引き続きで開催しました AI アート展あの鳥取県で初めて AI ので描いたアートのイラストの展示イベントでございます鳥取県初ですよあ、ねまあ、あの私が AI でさ制作した作品を展示し,して、えー、プラスゲスト作家としてフィクション AI さんというね、えー、あの AI を使ってブログの記事とか、えー、作ってらっしゃる方ね えーの AI 作品を展示させていただきました。はいえーまあ、あのであの今回 AI アート展に続いてその AI アート展で飾ったイラストの一つをあのアンデパンダン絵画展というね、えー、米子市美術館で行われた、えー、イベント美術イベントに展示したのでそちらも合わせてね、えー、語らせていただこうかと思います。えーまあ そもそもなんで AI アート展なんて急にねやったかって言いますとまああの最近ねやっぱ AI って発展がすごいね著しいですけどやっぱ特にクリエイティブ系批判が多いじゃないですかいやわかるんですけどねあの批判批判ね批判するかの言うこともすごいわかるんですけどそれにしてもなんかあまりにも多すぎるあの、まあ、この批判はまあしゃーないかなって思うこともある,あるけど一方でもういやそれはいちゃもんだろみたいなさ もういっぱいとにかく AI イコール悪みたいな流れがさできてしまってるで、まあ、これまたさあの AI を使ってさ絵を描く人の民度が低いあの人の絵をパクったりとかさ平気でするやつらがいるっていうとこと合わさって余計にややこしい問題になってるんだけどまあそ,れ、ね、そういう人間の問題と AI そのものの問題って別だけど一緒くたになってさ批判されちゃったりしててで今あの、まあ、デジタルコンテンツとかの公開とか販売してるサイトとか でも AI 仕様とか AI を一部使用した作品はちょっと制限がかかりますとかそもそも取り扱いできませんっていうところがさすごい増えてきててでまああのねまあ私の映画も AI で使ったねイメージ画像とか一部使ってますけどまあなんだよねこの流れはちょっと良くないし困るなとねなんかね AI= イコール悪って流れなんて、まあ、これはそもそもさ、まあ、個人的なこと抜きにしてもやっぱ クリエイティブ業会にとってよくないと思うんで、うん、なんかザ・クリエイターさんちょっと前になんか話題になってたとあるクリエイターさんが書いた絵がな、AI って書いたんじゃないかとい疑惑がかかってさ、炎上して、いやいや、そうじゃありませんよって言って、でもにもかかわらずなんか結局証明ができねえから、いや、でも、ウィアではわかんねえみたいなさ、感じのさ、でももうね、いやいや、もそもそもさ、証拠もないのに疑惑が かけられる状況もどうかとそもそも論外だしじゃあそれ以前の問題として AI 使ってるから悪いっていうのもどうなのなんかそれが既成事実になっちゃってんのがさ、ね、AI 一応イコール全部悪みたいになってんのがちょっと良くないんじゃないかと思ってねなのでで なんとかならんかと思ってでツイッターでね AI に対する見解とかねツイートしたりもしますけどそれ以上に何かできないかと思ってじゃあ AI アートで自分の企画展示してみるかとねという勢いで開催しました、ええ、ですねはいまああのね展示した作品についてはブログの方に全部ねあの画像をまとめてるんで、まあ、一応今はねスライドで出してますけどゆっくり見たい方は ブログの方、概要欄にあっているブログに全部載っているんで、そちらから見ていただけたらと思います。私の作品プラス、えー、フィクション AI さんの作品です。まあ、あの、今回展示したのがね、AI に書いてもらった、えー、海と暮らしの資料館ね、海上の海と暮らしの資料館を AI に書いてもらうとか、まあ、鳥取県を AI で書いてもらうとかね、うん、鳥取県なかなかあの過疎な感じが出てますね <laughs>、っていう感じだよね <laughs>、えー。 ですであとね鳥取県といえば境模原といえば妖怪なんでね妖怪画を AI に描いてもらっていろいろずらっとねそちら展示しましたねいや結構さ AI と妖怪って相性いいよねってちょっとねいや今回やってみてもまあもともとねこの妖怪画あの映画で使いたくて映画で使うイラスト作って何枚か作ったやつがあって、まあ、そこにプラスアルファね今回の展示用に出したのがあったんですけど AI と。 妖怪系っってて意外と相性いいなってあのでもの AI ってさやっぱどうしてもまだあの人体のさ指が不自然とかよく言われますけど、まあ、まあ最近はなんか修正されてきたみたいですけどやっぱ骨格が若干不自然だったりなんかねフォルムがなんか変だったりするけど妖怪だなそれが逆に不気味な感じで意外と相性いいんじゃないかってねますね、うんで。まああの で、フィクション AI さんが描いた作品。まあ、あことじゃあ,あ、の、女の子のイラストね。あの、よくある、あの、実写、実写系の AI 写真、の女性の絵から、あの、アニメっぽい感じの絵まで、まあ、4枚ほど出展させて、出展していただきました。ね。まあ、AI がさ、AI は、クリエイティブか否かとか、アートか否かっていう議論ってさ、よくされてますけど、うん。 まあ私の作品とさ、フィクション AI さんの作品、まああのね、ブログなり、今映像なりで見比べてみていただくと分かると思うんですけど、あの作風がやっぱね、全然違うんですよ。うん。全く違うので、で、やっぱそこに個性が出るし、やっぱそこにアート性とかクリエイティブ性が出るんじゃないかと思います。ね、やっぱ私が描いたやつって、やっぱなんかさ、私の、あ、 あ谷山さんが描いたやつだよねみたいなさ言われるけど、まあ、多分そうだと思うんですよ。うん。でなんかね、うん思った、あと使ってみてね、思う分かるけど思った通りの絵を出すのって結構難しくてあの何でもいいものを出すのは簡単なんだよね。こう何でもいい。ただ女の子がいる美少女出したいとかさ、なんか適当に何でもいいからこれ欲しいみたいなさ。そういうのは楽だけど。うん 思った通りの絵を出そうと思うとかなりスキルがいるし慣れがいるからやっぱ技術職ととえるんじゃないいかしらと思いますねうんまあ逆に言うと何でもいいのを量産するにはすごい便利でだから映画のの小道具とか作るのにすすごい便利なんですよあ,のありものそのまま使うと若干著作権とかの問題が生じそうだけどわざわざなんかねイラストレーターさんに害虫するほどでもないようなさもの みたいいなやつを作るのにすごい便利ですうん。でまあそういうのがさそれがじゃあイ,イラストレーターさんの仕事を奪ってんねんって意見もあると思うんですけどそれはそれとしてやっぱ手書きじゃないと書けないものっていっぱいあるから、まあ、今回の映画で AI 使ってますって言ってますけど手書きで,で書いてるのもありますし例えばオープニングアニメなんか全部手書きでねあのお願いして作っていただいて。や、まあ、やっっっぱぱこの感じってやっぱ AI じゃまだ出せないんでやっぱそこの辺で差別化できていくと思うしまあ AI がね人間にとって変わることは今んところないんじゃないの,あの ?AI をは所詮道具なんで使う側の人間にスキルがないと使えないから結局はあのスキルがある人は AI 使ってより高みに上っていけると思うしあの逆に言うと、AA、スキルがない人との差がどんどん開いていくと思うんですけどそういう意味で言うとなんかねあのクリエイターにとって ま、プラスの方が大きいと思いますけど、ねうん、で,す、ね、でまああのね、まあ、AI のねまあいろん,んな問題点があるのもねもちろん分かってるんですけどまあそれについて言及してる方って多分ネット見たらなんかもうね1万人はいそうなんでまあ私がわざわざそこを触れる必要はないかなとあの、ね、批判してる人はいっぱいいて批判の流れができてるからじゃあ、まあ、あえていいとこだけにね 目をやっっててみようかなと思ってま,す、えー、まあ、あとね、AI の問題点ね、全部究極的に突き詰めると、それさ、AI じゃなくて人間の問題だから、いらねえのは AI じゃなくてさ、人間の方なんだよね。あの、スカイネット不可避みたいなさ、人類は必要ないって、<laughs> AI、規制すべきは AI ではない人間だっていうね、<laughs> 結局そこに行き着くと思うんでね、うん。ですね。はい、で、まあ、あのね、今回の えー、展示の中から1作品をアンデパンダン絵画展っていうのはあの、ね、以前も出品しましたけど、まあ、これあの、えー、無審査で誰でも美術館に絵を飾れるというイベントで、まあ、あのねあの保守的な、ね、美術業界にね対抗するためにフランスで生まれたのが、ね、あのスタートというねあらゆるどんな作品でも 受け入れる我々は全て受け入れるみたいなさ感じのところであの、ね、表現の自由のね最後の取り手の一つだと思ってますのでねで、まあ、あのこちらにねあのちょっと出さないかってお話をね頂い,いて、まあ、以前出したことあったんでじゃあ、うん、まあせっかくじゃあアンデパンダみたいなとこだし AI 出そうの絵出そうかなってあの普通の美術展示じゃあ突き返されるようなねやつを出そうかなって思って、えー、AI アート出しました。 で、まあ、これがね結構注目していただいたみたいでなんか会場のスタッフさんはくすごい結構いろんな人が見てましたよ注目してましたよっていうのとあとメディアの取材がねこの「アンデパンダ絵画展」に入ってあの地元のテレビとかであの取材してる中で結構大きく取り上げてもらったりしてネット記事とかでも「あのね、アンデパンダ絵画展 AI で作った作品もあります」みたいな感じで見出し出てきたりで。 ままあまあもろもろいろんな意味合いで AI のアートについてこうちょっと一石を投じるというね美術クリエイティブと AI の在り方について一石を投じるという意味で言うとまあまあ成功じゃないかなアンデパンダン絵画展と合わせてうんまあのね会場のお客さんの反応とかね見ててもあのね AI アート展のいやほんとさあの多分うちのチャンネルとか見てるようなさクリエイティブにある程度興味のある人とかは ね、AI アートとはもうなんとなく詳しい人も多いと思うんですけどそうじゃないさ全然そういうとこに馴染みのない人の感想って「AI って絵が描けるんだ」みたいなさもうそういうそういう次元でだからあれまずそういうものがあるということをまあね、えー、知らせるというね周知するという意味でもま,まずそれだけでもやった意味あったかなって思います。はい まあこれからね AI の未来がどうなっていくか分かんないですけどね私もあの仕事で AI 使って「おやべえこれすげえ効率いいぞ」って言ってたんだけどなんかね AI, AI 使ったやつはダメとかって言われたりしてんだとふざけんなって思ったりとかねまあそれでもやっぱねある程度の効率化はね使える範囲で使ってできてるからよりねうまい使い方していけたらとね思いますうんかかね AI 気にしてもよく分かんな まあ自分の場合さ映画,映画監督って自分が作る仕事であると同時に人にやらせる仕事でもあるからあの指示出して人に、ね、作ってもらってあいいねみたいなさあのこれもうちょっとこうしてみたいなさする仕事でもあるからまあ究極的になんかさ本人が作ってるか否かってあんまり重要じゃないかってちょっと思想の中で思ってるとこがあるかもね。あの要は 描きたいものが描きたい形でそこに存在していればその過程は問わないみたいなさ別に人間が描こうが AI が描こうがどっちでもいいみたいなさちょっとねあの自分がものを作る際にはね、うん、美術とかの人間じゃなくてエンタメの人間なんで芸術とかになるとちょっとその,その作る精神性の部分に意味があるとかっていうのももちろんそれもわかるんでねあれですけど、うん、まあそうですね AI アート展まあなんかねせっかくだからね AI ね なん,かいいんか AI で書いた文章はダメとかってさね文章学の AI 使うの禁止だやつとかっていうのはなんかよく分かんない何かできたもんが良ければ、ま、人が書こうが AI で書こうが一緒じゃねえと思ったりするんですけどねうんなんか書いてあることが間違ってたら問題だけどで AI もよく間違えるらしいけどまず、あ、人間も一緒だからね結局人間人間も間違い多いから結局そこは人間がチェックしてっていう話になってくるからうんそうですねえー まあ,なんかまあまあでもどのみち AI 化の流れはね途切れることはないと思うので否定するよりは今のうちにうまく共存というかうまく使える側に回ったらいいかなって思ってますでもちろん問題点が多々あるのも理解しておりますあのよく言われてる問題点ぐらいは全部頭に入った上でまあまあまあもうそれはあの何かしらねその辺を問題視している方々がいらっしゃるので別にまあまあ私はが触れる必要は特にないかなっていうね あの山ほどもっと詳ししいい人がいるし <laughs> そしてあとそうね今回鳥取県内初初 AI アート展ということね、えーまあ、まあそうねこれやろうと思った理由のさそうもう一つ結構大きい理由がさあ鳥取県でやった人まだいないんだと思ってじゃあ今やったら俺最初だよって思ってさどんだけ小規模だろうが短期間だろうが初鳥取県で最初にやったっていうのはあ俺だ谷山記念だ。 その規制事実を作れるぞと思ってやりました、うん、で一応ねあのネットとかで調べてさあのお互い鳥取県内初ってチラシとかにも歌ってたからその前に誰かこっそりやってねえかってね結構気にしてたんだけど、まあ、多分ねネットで見る限りやってないと思ううん。なんて県内初はね私でございますいいですかあの鳥取県の文化事業に関わる皆様これから。 鳥取県がどれだけね AI が発展しても AI 事業がねこれからやるぞってなってもね最初にやったのは私ですぞとこの AI の歴史を語るにあたって谷山キネマが初めてやったということを復帰夢め忘れることのないようにとね。えー <laughs> そはい、これだけは言っておきたいと思います。<laughs> はい、これからじゃあ、なんかね、AI で、県が AI を推奨するて時は、あの、私はね、あのね、アドバイザーとして呼んでくれてもいいですよ、なんて。<笑><笑>まあまあ、それは冗談ですけど、ね、冗談では、いや、別に呼んでくれてもいいですけどね。<laughs> はい。えー、ではでは、ね、AI アート展について、ご視聴皆さんありがとうございました。ではでは、また。